あ、これは悪夢から覚めた時、溺れた後のような息苦しさを感じた。見覚えがあった。執筆の記憶がチャカの部屋じゃねえ、おぼろげに浮かんできた。ストーリーを練るための執筆ボードだ。作品カードには起きたばかりの悪夢が。ここまでの話の要約だ。でも他のメモもある。警告だ。俺が書いたその意味は思い出せなかった。スクラッチという名に恐怖を感じた。言葉は信用できた。その通りにするんだ。逃げるために書け。うわー、なんか本編、こっちも本編ちゃ本編だ。トークショーの話。執筆に戻る。ラジオがある。とりあえず執筆にテレビもある。うわ、 VHS って古いな。書けるな。この闇の世界では俺の考えたことが現実になると知っていた。部屋から出られるように文をしたためた。まるでダイバーのように潜り、牢獄の奥底で出口を求めた。部屋は俺の船、執筆は命綱。トークショーからまた始めよう。戻った。素晴らしいショーはどういうこと。アレックス・ケイシーのファンの皆さんにお送りします。なんとアレックス・ケイシーが登場します。トークショーだ。サム・レイクさんです。映画シリーズでは有名な探偵として活躍しています。そしてアラン・ウェイクさんも登場。2人。映画の原作者で、あの有名なベストセラー作家です。行きましょう。お、多分これ書いたんだ。出れんの。閉められてショーへようこそ。ではアランさん、あれ、海の親としてアレックス・ケイシーをどう思われますか。え、つまり。いえ、隣にいる本人を前にしてあれですが、サムがケイシーを演じるということはいかがですか。まさに俺が思い描いていた通りで、不気味なほどだ。ありがとう。身に余る光栄だと思ってます。あなたの作品の大ファンですし。では問題は何でしたか。あなたはいつも映画化を渋ってきた。それはなぜなのでしょう。映画化、それは彼らは意志がある。俺の手から離れてね。俺は自分の作品を守りたいと思ってる。もっと自分の作品に関わりたいと思っているんだ。なら、これを見るのは初めてですね。最新作、殺人事件ケイシーのクリップです。流しますが、サム、何か？いや、大丈夫だ。まだ真っ暗。この街は癒えることのない古傷、雨で生み続けている。太陽が必要なのに、ここには夜しかない。俺は疲れ果てていた。不眠症というビニールに覆われて、雨に濡れる窓から世界を眺めていた。窓には自分の姿が映っていた。俺は行方不明のサッカーを追っていた。手がかりは天使の形をしたテーブルランプだけ。
この暗い謎に光を投げかける唯一のもの。素晴らしい殺人事件ケイシー、いいですねサム、とても面白くメタ的です。とても楽しみだ。おい待て、今の作家とは、それにランプ、また消えちゃう。ああまただああの悪夢だ。65665。え56565か、変わるんだね、細かい余計が。あ間違えた、565天才。今度は開くのかな。開いた、先へ進めた。あのなんか声が聞こえる。ここ開くようにしてこない、開けとこう。ショートカットになるんじゃない？一応行くか。お。ああ、そこか。見つけたぞ、トム。トム。心が真っ黒なやつも真っ白なやつもいない。え？みんな灰色だ。会えてよかった。え？なあ、どうやらここから出られそうにない。出口を教えてくれないか。いいだろう。もちろんだ、トム。作品が作者を導く。地下からあるものを取ってくるつもりだったが、自分で行くといい。コクが多いほどスープはまずくなる。どこかで会ったか。そっちも闇の世界に囚われたのか。アーティを覚えてるな、管理人だ。行き先を心配しなければ迷うことはない。だから心配するな、トム。日の光は小枝の山の中届く。電気をつけるのだけ忘れるな。はい、始めれば長くはかからない。地下室の何がいるんだ。あとトムじゃなくてアランだ。教えてやるぞ、トム。人間は一人でも道具があれば二人分働ける。そうだろう。そして道具があれば自分の出口作れる。地下の靴箱の中だ。そこにある。神の財布の中くらい安全。ほら鍵をやる。おお、ありがとう。闇の世界から抜け出したい。何か方法を知らないか。困ったと愚痴を言うやつは困りごとの囚人だ。抜け出すの簡単でない。だが心配いらないぞ、トム。家はまだそこにある、心臓のところ。床にモップをかけ、水たまりを覗くとき、よくそのことを考える。水は世界の記憶、水は道を見つける。管理人は少し妙だが、話のできるやつだった。地下室が脱出の鍵だと信じるしかなかった。違うな。これか。靴箱の中の古いランプ。これが管理人が残したものだったのか。チャージがある。ランプは重要に思えた。闇に光をもたらす道具だ。クリッカーじゃないのか。なんか武器になる気がするんだけど。ランプと上の光の間に引き寄せる力を感じた。ランプを、天使のランプで光を映し道を切り開く。うわ、
光がランプに飛び込んだ時、部屋全体が変わった。夢の中の出来事のように前への道が開けた。ランプは音を立てた。電球が光った。そして明かりが灯った。また光を変えて出口を作れるんじゃないか。え、変わるの？ちょ、もう一回、もう一回。なんだこれ、すごい仕組み。ちょ、これここでチャージするのか。またランプから力を感じた。ランプの光が消え、部屋の中の光へと変わった。光は闇の中に新しい何かの形を浮き彫りにした。扉だけだけど、すごっ。一緒、違う。闇の世界は俺を飲み込もうとする。自分を見失いそうだ。戦わないと。忘れるな、クリッカー。これクリックだ。そうそう、クリックか、クリックはない。だがそのスイッチがついていたランプがある。悪夢のような場所だ。現実じゃないのに何よりも現実味がある。危険と恐怖は本物だ。俺の心を食い物にする。あらゆるものをイカれた現実に変えてしまう。ここを出られない。逃げるために書く。何度も数を忘れるくらい多くの物語を書いた。だがうまくいかない。だけど諦めちゃダメだ。物語を使って深みへと潜り込む。一言書き上げるたびに暗闇への螺旋階段を降りていく。そこまで潜って答えを見つけるんだ。地図を、コンパスを、鍵を、それを組み合わせれば出口の扉になる。だが扉でない扉をどう開ける。海ではない海、湖ではない湖の底で。